そうですね。こんにちは。お昼休憩中ですか？昼休憩。サウナがイベント出るって言ったから夏休み取りました。 ありがとう、嬉しい。じゃあカズ兄さんはお休み？この1週間。嬉しい、ありがとう。何、優しいね。会社の人やす、何？許してくれた？サウナがイベント出るから休みますって言って許してくれたの？優しすぎる。黒曜さん、レインボースターありがとう。夏休みか、そっか。お盆とかも働いてたよね、確か。ゆっくり休むのだ。頭のどこかに隙間があるよね。許してくれた？優しいね。優しい。素敵な会社だ。優しすぎる。隙間があるよね。どこかに。今日のお昼はカレーうどん。おいしそう。カレーうどんか。いいね。ドマさん、線香花火、ありがとう。今から私は、何をすると思いますか？なんかこのさ、アプリのなんか通知みたいなのにいらんちゃけん。ブラインドタッチ、ブブーブブー。今から食べるからいつものようにどうぞメニュー決めてください。本当？ 今からお昼ご飯？お昼ご飯はさっぱりがいいからそうめん、冷やし中華とかそこら辺がいいと思う。チーク菓子、ブブー。あ、そう、チーク菓子しようと思ったっちゃけどね、本当は。この枠でやめました。ダンスないし、ブブー。どまさん、風呂敷ありがとう。このアプリの通知本当にいらないわ。正解はドドン、スポーツスタッキングでした。そうめん。あ、ほんと？長崎島原のそうめん、いいじゃん。やーい。スポーツスタッキングします。イエーイ。する、今から。
髪結んでくればよかった。今日スポーツスタッキングもかするなら結べばよかった。待って、ゴムがあったら結びたいけど。そう、スポーツスタッキングする。なんかこのゴムやだな、このゴムやだな。黒曜さん、タコさん、ありがとう。待って待って、ついてないのにさ、コンセントついてないのにつけてどうすんのよって感じですよね。あ、刺さらんぞ。うん、久々にやる。ちょっと待って、スポーツスタッキングやるけれども、ちょっと待ってください。時間はあるからね。よし。コメントが長すぎます。嘘だん。よし、ちょっと待って、お疲れ様号。これってソラノンが設定して、そう、ソラノンが設定してます。そう、前のイベントぶりにするよ。そう、確かに前のイベントぶりにします。カズ兄さん、かわいい、ありがとう。タン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 、そうなん、かわいい。はい、昨日設定しました幸せです。たくさん、その、あのなんだっけ、定型文売ってくれるから、みんなが押してくれるから、なんかみんな可愛いって言ってくれるなって思ってた。そういえば私が設定したわとか思いながら見てます。もう自分で設定したことを忘れちゃってるっていうね。適当すぎてやばい。カップの色なんでもいいの。うん、なんでもいいよ。でも特殊なカップなのでね。そうね。スポーツスタッキングと朝配信イベント楽しみ。嬉しい。いや、ポニテ揺れてもみんな見えんやろ、どうせ。やばい、長すぎ。蛍光色でも何でもいいよ、多分専用なら何でもいいはず。うん、めっちゃ髪の毛をさ止めたいんですけど、ここで止めたいけど、まあいっか、こんなもんで。ちょっとさ、納得のいかないゴムで結んでるのもめっちゃ緩いですが、もういいですよ。じゃあ気合が入ったところで、今からスポーツスタッキングをしたい。
と思います。手元あんまり映りませんけどまあ音を楽しんでください。ごめんなさい。揺れる。ちょっとあんまり見えないんですけど、皆さん許してください。見せたいけどね。そう、気合入った感じするやろ。これはこういうカップをしております。こんな感じで穴が開いてるんですね。じゃあやります。じゃあまずは333から。え、じゃあこれ本当に手元を見せたい。まあごめんなさい皆さん。あ、音量注意でお願いします。音量注意で。こんな感じでやっていきたいと思います。こんな感じでカップを、これを3つ作って崩すみたいな。これが333。まあちょっと手元が見えないと何とも言えないんですけど、次これは、じゃあ次363作りますね。はい、音量注意ですよ皆さん。これはちょっと見せづらけれども、こんな感じ、こんな感じ。カップあんま見えないんですけど、3663です。はい、これを崩すんですね。久しぶりすぎて、やば。めっちゃ久しぶり。みんな音量注意ですよ、これ。この配信、音量注意で見てください。いただけると助かります。このカップではお水飲めないんですよ。そう、穴が開いてるので。あ、1個で見たら分かりやすいね。飲めません。 Not drinking。 これね、何個だっけ。あ、10個でタワーも作れるんですよ。でもめっちゃ大きいよ、これは。イエーイ。イエーイ。隙間空の。わ。イエイ。それではやっていきたいと思います。363をして次66やって
10個のタワーでいきたいと思います。それではいきますよ。レディそう、77日ありがとうございます。セブン、あ、ピエになっちゃった。え、どうなってる、もう分かんない。セブン、難しい。うまいね、ほんとやったぜ。気持ちいい。サノンの唯一できるスポーツ、それはスポーツスタッキングです。そう、決まった時はね、気持ちいいですよ。そう、じゃあ皆さん測ってください。ぜひ測ってください。それではレディ、測れる時に測ってくださったら嬉しいです。はい、それではレディーゴー。待って、ダメダメダメ、ノー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 、気を取り直してレディーゴー。あー、ロスタイム。どんぐらいなんだろう。あ、はいっていうの忘れちゃった。まあその日もあるよね。ありがとう、カズニさん。どんどんやっていきたいと思います、私は。レディーゴー。はい、事故。取り直して。レディーゴー。超ロスタイムした。友達になりました。サノンすごいって、嬉しい。サノンはこれができるんですね。でもめっちゃなまってます。もう腕がなまっちゃってますけど、一応特技です。
18秒。遅い、めっちゃ遅い、遅すぎる。レディッコ、ふっ、うん、北陽さんラブレターありがとう。レディッコ、うん、レディッコ、重力が必要です。とてもこの競技は。レディゴ。え、めっちゃ久々だよ。そう、レディゴー。この間のイベントでやったのがバレッタぶりです。入るスタイム、チキショー、レディーこれ集中力かけたよね、もう。なんで？ゴー。集中力が欠けてる空なんです。とても、じゃじゃん、いやこれめっちゃ集中力使うんですよ。ほんと久々な感じせん？嬉しい。頑張ります。頑張ります。はい、トゥ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 、はあ、顔に跡ついたかな。大丈夫そう。え、これ大会あるのよ。まあ出るやつないですけど。絶対大会出たらこれ大会だから。もうめっちゃちびっこも上手いんだから。大会に空のが出たら最下位ですよ、きっと。上には上がいますから。でも頑張りたい。空のは選手になれるので、もう少し特訓が必要です。ほんと早くなるんですよ。あのパソコンのブラインドタッチと一緒で。あー、ちょっとだいぶミスですね。そう、
でめっちゃ上手な子いるんですよ。まあでも、まあ、そんなにまだこれめちゃくちゃ知れ渡ってるスポーツってわけでもないじゃん多分。そう、私も隠し芸配信する前スポーツスタッキング全く知らんやったし、名前すら知らんやったから、聞いたことあんまなく、うん、ほぼなかったから。市内の大会、あ、市内の大会なら優勝できるかもしれないですね。やってる子いなさそうなので。でも全国とかになると絶対やばい。ちびっことかがうまそう、逆に。うん、よし、市だったら優勝できるのやばい、市内長すぎてる、やばい。どこの市内って感じだよね。間違えてる。何してるのって。スポーツスタッキングです。ちびっこ絶対すごいよ、うん、ちょっとこれのイメージガールしたいです私。はい、ワイルドスピードさんって YSP 普通に好き私。麺つゆ入れて食べたいって。どうぞ、こぼれますが麺だけ取れるかも、このちっちゃい穴に。え、ほんと応援来てくれる？ちょっと応援来てよないけど大会とか、私が大会に出たら皆さん応援に来てくださいね、サラナの応援に みんな拡散してイメージガールになりたい。ワイヤー下から見たら大変。メガホン持って行きますって来て、なんで手が引っかかる。
きさん、線香花火ありがとう。副市長さん、誰誰、大臣と同じ名前、すごい。宮崎県知事にお願いしようかな。まずさ、あの宮崎県にスポーツスタッキングしてる人がどれぐらいいるかも分からないよね。ありますか？ないよね、きっと。みんなやったことある？スポーツスタッキング。出て。楽しいですよ。すごく集中力もね、鍛えられますし、いいですよ皆さん。集中力本当。これ本当にね、本当に集中力使うのだから、集中力めっちゃ鍛えられる、おすすめのスポーツ。隠し芸でハマった。あ、見たことない、本当。そうなんですよ。隠し芸で極めたスポーツ、初めて出会ったけどね。これでも8に入っちゃらんかったらもう 200% ぐらい、あの 100% もう 100% に近いぐらい、あのやることなかっただろうなって思うスポーツですね。集中力鍛えられました。アッサーさん、レインボーさんありがとう。あ、確かに知事、確かにそうね、そうですね。え、まあ、ダイススタッキングね、絶対もう一度、なんかダイススタッキングってなんかシュールじゃん、めっちゃシュールなものあんまりね向いてないんですよ多分、シュールすぎて。え、これコップがあればできると思うやん。これ穴開いてるので、あのね、普通のコップじゃできない、紙コップじゃ難しい、プラスチックじゃないと難しいですね。まーちゃん、レインボースターありがとう。ではそう。
と頭ついていかなさそう。あー確かに最初は難しいかも、やりながら喋るとか。ね、紙コップ難しかったやろ。そうよね。そう、アーサーさん、タコさん、ありがとう。カズ兄さんかっこいい、ありがとう。なんか始まったって感じするやん、手叩いたら。なんか今日見つけました、イエイ。イエーイ。こんな感じでスポーツスタッキングは蚊が飛んでるのかと思ったら違うんですよ。やばい、あと6分ぐらいしかないや。じゃあこれは一旦閉めます。えい、便利、便利に持ち歩くこともできます。サフン編集で作るのもいいかも。ねえねえ違うから。めっちゃ面白い。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位はマチャさん、ありがとう。12位はルカさん、ありがとう。11位はマーちゃん、ありがとう。9位はヒデトさん、ありがとう。8位はショートさん、ありがとう。7位は和田さん、ありがとう。6位はあきさん、ありがとう。5位は社畜の刀さん、違う、刀さんかな、あれなんだ、ありがとう。待って違うかも、待って違う気がする。4位はダマさん、ありがとう。3位はカズ兄さん、ありがとう。そして2位はコックヨーさん、ありがとう。そして1位はアーサーさんでした、ありがとう。はーい、ありがとうございます。あれ刃かな、あ違うか、刀、ありがとう。スパッツスタッキング配信してみました。皆さんいかがでしたか、スタッキング。皆さんスポーツスタッキングやってみてください、やってみてください、ぜひ、やってみてほしい。本当にやってみたら分かるよ難しさが。ヒカルさんかっこいい、ありがとう。ヒーヒーヒー、ありがとうございました。皆さん次は夜の7時からですかね。 ありがとう、お星、お星様もありがとうございます。はい皆さん、じゃあまた見に来てくださいね。いい画角？ちょっともうちょっとずらしておこうか。どう？いい画角？ダダダン。ダダダダン、いい画角ですか。ほや、イエーイ。
ちょっと揺れすぎた揺れすぎた。いい感じ。よし。あと2分。ありがとう。いいよ。スクショしてください。じゃあ。せーの。うんうんうん。取れたかな。ダダダダン。トリックアート展。せーの、そらのんじゃんけんじゃんけんぽい。今日はグーでーす。皆さん、次は7時にお会いしましょう。それではバイバーイ。みんなありがとう。